わあ、失敗だな。そう、やり直し。で、このバッフルプレートがあるのが結構オイルパン取り付けの難易度を上げてるんですよね。で、バッフルプレート自体はここのボルト2本だけで一応止めて、まああとここにオイルストレーナーつくんですけど、あとこのバッフルプレート意外とこう動いちゃうんで、ちゃんと位置決めしないと後ろ側のボルトがつかない。なんかずれてるとこなかなかつかない。で、この間みたくボルトが斜めに入っていくような感じになってしまうということです。で、この寸切りのボルト買ってきました。はい、50ミリで4本切り出しました。で、これをこうつけて、こうガイドになるように四隅にセットしておきます。後ろ側がね、こうずれてると入らないっていうことなんで、こうすればまあ位置決めある程度できるんではないかと。最初のバッフルプレートセットする段階でも役立つかなと。で、まあここのボルト締めて、今リハーサル中です。で、オイルストレーナーつけて、で、オイルパン。
はい、なんとかオイルパン取り付けることができました。ちょっと仕上がりの、美観よりも、まあ漏れないということを、優先したために、結構かなりたっぷりめに塗ったんで、盛大にはみ出したので、まあちょっと拭き取りました。まあ折れないとは思います。いやー、これはなかなか作業を焦りますね。はい、この寸切りボルトの作戦は、成功しましたね。はい、とりあえず難関は突破したので良かったです。はい、今日はここまでです。はい、今日も一日お疲れ様でした。